まれものという言葉をご存知ですか？それは書いた者の魂や感情が宿っている本のことです。大正25年帝都東京、まれものをめぐる事件をきっかけに自ら籠の外へと飛び立った鳥は空へと羽ばたく。たとえ深い悲しみの空だったとしても、その先に見える光に向かってあなたを迎えに来ました。俺たちの運命が今揺らぎ始める。ニル・アドミラリの天秤。2018年春、放送開始。